今回紹介するのは、ファイヤーエムブレイム、暁の女神、設定資料集、テリウスリコレクション、下、という本です。開発会社インテリジェントシステムズ自らが編集する公式設定資料集第2弾、キャラクターの3面設定図を中心に、世界背景、 各種ラフなど初公開の秘蔵資料を多数収録するほか、物語の全容や拠点会話集敵将を含む登場キャラクター名鑑など作品への理解を豊かにする情報を集積した一冊「カバー・アイラスト」は。 キャラクターデザインを務めたイラストレーター北千里氏の描き下ろし、青い炎の設定資料に引き続きとても良い内容でした。青い炎の内容と比べ物足りない気もしましたが、それでも十分楽しめました。個人的にはユンヌの設定画が見れて満足です。以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は、 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。